大丈夫か？何をやっている？行け！甘いな、お前は。そうかもしれません。しかし俺は団長と同じようにはなれませんから。責めているわけではない。誰も自分以外の何者かになることなどできんさ。私もお前もな。団長、やはり無理か。どうやらあとはお前の役割のようだ。何を？まあ聞け。所詮私の本質は修羅に過ぎない。研ぎ澄まし続けた力が私を私たらしめている。だがお前は違う。その本質は騎士だ。弱き者の剣であり、その背中は安堵と勇気を与える。騎士の中の騎士たる高潔なる精神がお前をお前たらしめている。だからこそヒースベル、ここから先の一歩を闇に飲まれることなく踏み出せるのはお前だけだ。託したぞ。任せてください。私の役割ももう終わりが近いか。